はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルフィッシュです。では今回は栄冠9、パワープロ2018の栄冠9ですね、こちらの続きをやっていきましょう。もうちょっといつまでこの下手くそダラダラプレイを続けるんだと、ちょっと皆さんからお叱りをいただきそうなグダグダプレイにはなってるんですが、何度かもう一度甲子園の土を踏むまではね、頑張りたいなというふうに思いますんで、ちょっと皆さんからぜひぜひアドバイスとかをいただければなというふうに思います。で、ようやく待望の天才投手が入ってきているので、この天才投手が3年生を迎えるその時が多分ね、絶好のチャンスになるんじゃないかなというふうに思ってます。ちょっとそこに向けてしっかりやっていきましょう。なので今まで練習は打撃、まあ、攻撃中心のメニューを組んでいたんですけども、天才投手が入ってきたことによってメニューをね、完全に投手中心のものに変えました。なのでこれからは投手と守備力、投手力守備力で勝っていくチームを作っていきましょう。ただやっぱりね、スラッガーが一人欲しいんですよね。困った時に頼れるスラッガー、長打一発逆転が期待できる、そんな投手が欲しいんですが、これはどうする？特訓に行くか、アイドルに行くか、まあ、ここはアイドルだな。で、練習効率大幅アップからの練習メニュー5を選択していきたい。練習効率アップ、まあ大幅じゃないですけど十分ですね。2027年ってもう俺40いくつになってんだろう、43、4とかになっちゃってんのか。天才投手堀野くん、うん、このまま行こう。荻原はね、パワーが上がってくればホームランが打てるバッターにはなりそうですね。ちょっと一旦みんな弾道を一個ずつ上げていきましょうか。そろそろね。堀野のパワーか。堀野は変化球5の、まあ、決め球になるような変化球を一つ習得させたいんですけどね。さあ練習メニュー3来い。3が欲しい。頼む、3来てくれ。2か、踏めないわ。2は踏めない。ただ日曜日にもまたアイドルが来てるんで、あのアイドル確実に止まるためにちょっと試行錯誤しますか。といっても2で5を進めば止まれるね。で、できれば練習メニューの大きい4、球速測定が一番マックスなんで、5のメニューが来てくれると嬉しい。もちろんあのアイドルは練習効率アップが大前提ですけどね。練習メニュー5とアイドルのかなりアップが来たな。ここで球速測定か。できればさっき言ったように練習メニューの5が欲しかったんですが、まあ贅沢は言えないですからね。オリノのフォーク量が1アップ、これで3になってるはずですね。ここに来てマス目は割といい感じで踏めてきてるかな。ここは特訓とアイドルが見えている一番下を選択していきます。さあ白石パワーヒッター、頼む、欲しいぞ。厳しいか。
アイドルがちょこちょこいてくれるのは本当に希望が持てますね。やっぱりね、女の子がいないとね、テンション上がらないんですよ、僕は。ミカミックスから聞いたんですけど、ゲームの実況をメインでやられてるような方たちっていうのは、ちょっと今日テンション上がらないわみたいな日はあえて収録をしないという選択肢も取ってるらしいんですけど、それ言い始めるともう僕毎日収録できなくなっちゃうんでね。さあ、弾道アップにしていた選手たちは一旦ミートなりパワーなりに振り直しましょう。練習効率かなりアップからのコースの的当て。いや本当にここで底力が一気につきますからね。ただここに来て練習メニューがちょっと弱いものになってきたな。負荷が1とか2増えてきちゃってるんで、なんとかしたいけどね。アロマテラピーが来てる。いや本当にアイドルが結構いてくれるの本当に嬉しいな。あそこのアイドルはどうだろうな。後ろの方に止まるか前に止まるかはもうちょっと考えておいて、この後の練習メニューのでかいものが来たもので判断していきますか。今だと総合練習になっちゃうんで、総合練習だと前にいる木曜日にいるアイドルを踏んじゃうと日曜日の赤マスに止まることになっちゃうんで、それはちょっと避けたいですよね。なので1をちょっと消耗しつつ、できれば4とか5とか大きい練習メニューが来るのを見極めたいな。で、とはいえ1も残したいからな。どうする？一旦総合練習を踏んで、これで練習効率アップになるかテンションアップになるかで見極めましょう。練習効率アップが来たんで、ここスケジュール見直しをして大きいの来い。5が来てる。さらに仮設シャワーに食事会と悪くないですね。ずーっと練習ずくめだったので、体力を回復させるには、うってつけの2つの練習メニューが入ってきてくれたので、これも使っていきましょう。まあ仮設シャワー使って、何人かですよね、仮設シャワーは。食事会は確か全員だった気がするんですが、ちょっと見ていきましょう。そうですね、全員ですね。土曜日の特訓マスは絶対に泊まりたい。オリノは5まではなんとかしたいな。で、藤野は抑えでいきたいね。服部も抑えでいきたい。尾又くん請求アップかな。まだこの辺りは中溝くんはちょっとそろそろ弾道を上げてパワーも上げていこう。板垣くんは肩を上げていくでいいよね。まだ熊野はパワー、まあ、この辺りはまだまだこのままかな。みんなパワーミート中心、まあ、練習メニューを守備力中心、守備投手力にしてるのに、実際に指示出ししてるのはパワーとかミートっていう矛盾はもう本当にどうしようもないですね。それを指摘されちゃうと。
そうか、卒業式の後の入学式の時のためになんとか中堅にまでは登りたかったですね。残念ですね。さあ誰がどこに行くかだな。ちょっと今年は本当に期待あんまりできないですけどね。パン屋さん、まあプロ野球選手が2人行ってはくれてるんだな。まあでもここまでって感じですかね。おお、大内くんもプロ野球選手になってますね。まあ、やっぱりあの山崎武史がいた時の強力打線があった時の甲子園出場がならなかったのが痛かったかな。たださっきまで来てたアイドルラッシュでチームの各選手のその個々の力はだいぶ伸びてきてはいるんじゃないかなという期待感はあるんですよね。また火曜日にアイドルがいるんで、あのアイドルうまく使いたいよな。そうなると今のマス目だとアイドルには3で止まって4のラットマシンを使うっていうのが一番理想なのかな。なのでここで変化球の投げ込みでも入れるな。だったらこのまま変化球の投げ込みで入っちゃって、でストレッチかラットマシンかでいきましょうか。練習効率アップからのラットマシンで肩力かストレッチか。ここはラットマシンでいくか。日曜日にもまたアイドルがいるな。ここで本当にチームの底上げができるね。メンタルトレーニングは残しておきたいので、そうなるとフォームチェック、まあ1とか2とか微調整をしていくしかないかな。が、練習効率下げられたか。やってくれるな。これだからプロのところ止まるのって一か八か賭けになっちゃうんですよね。さあ天才肌のバッター入ってきてくれ。ここは無難に練習効率を上げてからのメンタル5を入れていきます。
さあアイドルのところで元気をもらいたいけど、その前に8人の新入部員の能力だよね。やんちゃな矢部くん、八幡くんはジャイロボール持ちか、スタミナが G、 永瀬対左投手 B、 田代天性プロ、天性プロの田代ってちょっとわかんないな。ただミート G、 パワー F、 総力は D ですね。奥山ミートが D でアベレージヒッター持ち。横田くんはチャンス F か、代打ではちょっと使いづらいけど、ただミートとパワー DD は大きいですね。で片桐調子安定に選球が持ち。福岡は併殺か、まあ、こんなところですね。これぞっていう選手はちょっといなかったけど、田代がちょっとどの選手なのかわからないですね。ちょっと勉強不足で申し訳ないんですけど、早速1年生に練習指示を出しちゃいましょうか。まあこの辺りはみんなね、請求ですね。1年生は野手に関してはもうミート、せめてミートはね D か B ぐらいまで上げてくれないとちょっと使えないんで。とはいえ今回の1年生はミートはそれなりに高い選手が多かったですよね。まあ G とかもいましたけど、テンションアップか、求めていたのはテンションではないんだけど。もう来週日曜日からもうむちゃくちゃ人いるな。ちょっとそれにしても練習メニューが微妙だな。ちょっとまだ時間はあるのでこのまま進めていきますね。お、コース投げ込みが来てる。ただ日曜日に泊まりたい、うん、水曜日のアイドルの後日曜日の特訓マスに泊まりたいんで4が来てほしいんですよね。理想は4、まあ、ここで練習効率アップが優先なんだけど、5か、しょうがない。ここは3にして1の練習を使って両方に止まりましょう。まあちょっと広角の書を手に入れてましたね。それはそれとして、やられた、やってくれた。笑っちゃいますね、本当にね。止まりたくて止まりたくて練習効率が上がってる状態で3を選択したのに特訓マスが消されるっていうね。さあ5月に入ってきました。堀野がもうちょっと欲しいな。そうすれば堀野くんを球速ないし制球の方に振っていくんですけどね。
ってことは変化球系の練習を切り抜きたら積極的に使っていきましょう。というわけでスケジュールの見直しをして、ホームチェックの休息か、アイドルが上に2人もいる。これは上しかないな、選択肢は。OB はできれば止まりたくないからな、もう。赤徳持ちは今のと、うわ、練習効率下げてきやがった。ここで下げますかい。頼むぞ、練習効率アップしてくれ。大幅アップ来てくれ。ここは総合練習を使おう。かなり上がったっていうコメントが欲しかったんですけどね、本当は。まあでもさすが総合練習、全体的にまんべんなく上がっていってますね。いや、めちゃくちゃ上がるな。まあ、1年生が軒並み上がるっていうのはね、あったとは思うんですが、それにしても上がりすぎだな。ちょっと待ってね、結構微妙なことになってるな。これはちょっと赤マス止まってでも次のアイドルで取り返そう。こういう時ね、そこそこだと練習カードが少ないんで選択肢が狭まっちゃいますよね。さあ練習、テンションアップか。もちろんテンション低いよりかはアップの方がいいんだけどね。あとは追加される練習で2が来てくれれば火曜日の特訓マスに泊まれるんで、それだな、お祈りを捧げるとしたら。1か。いや、ここはもう確実に読んで木曜日の練習の分岐を選ぼう。微妙だな、マジで微妙だな。よし、堀野の方向、フォークの変化量が5になったんで、これでようやく急速に振り直しましょうか。で、あとはそろそろオーダーも固めておきましょう。
1番岩崎、2番川北、このあたりミートパワーともにそこそこ戦えるかなっていう選手が揃ってる気がするな。1年生の奥山にするか片桐にするか、片桐だな。なんかそこそこ戦えそうなそんな感じはするけどな。まあ合宿は結局ね、夏の大会に地区予選が終わった後の話なんで、ではちょっと忘れないうちにちょっとねここでアイテムも使っていきましょう。もうの書これを誰に覚えさせるかだな。まあ荻原かな、パワー A あるしね。なあもう相手も堀野くんいっぱいつぎ込んじゃったからな。それだけ堀野くんを可愛がりすぎてると言われちゃえばそれまでなんですけど、さあではちょっと時間もいい時間になりましたので一旦ここで終わりにして、次回ですね、夏の甲子園の予選、ここからまたプレーの方をしていきたいというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況とあとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。